はい、じゃあ文献紹介として、鈴木が発表します。今回紹介する文献は、対話行為に固有の特徴を考慮した自由対話システムにおける対話行為推定というタイトルの論文です。今回使っているスライドの図表はすべてこちらの論文からすべて引用しています。はい、まず概要です。対話行為の推定は自動対話システムにおいて対話行為ごとに適切な特徴のセットを設定し、分類器に学習させます。最終的に個々の分類器の判定結果並びに判定の信頼度から適切な対話行為を選択し、提案手法はベースラインと比べて F 値が向上したことを確認しました。背景です。自由対話の継続には対話システムが自然な応答をする必要があります。そのため話者の対話行為を正確に予測し適切な応答をすることが重要となります。また機械学習による対話行為推定では基本的な特徴として単語 N グラムが利用されており、先行研究では特徴のセット1つで全ての対話行為を推定していました。しかし特徴と対話行為の関係についてはどの研究でも議論はされていませんでした。そこで今回提案された手法として、あらかじめ定義された対話行為の分類クラスから最適なクラスを選択し、対話行為に該当するか判定する日分類器を L2 正規化ロジスティック回帰により学習させます。学習ツールはリブライナーで、対話行為ごとに最適な特徴を実験的に決め、分類と同時に判定の信頼度も算出します。対話行為の選択アルゴリズムには4つの手法を提案されています。提案手法については後ほど説明します。はい、ではまず対話行為の定義についてです。本論文では対話行為を独自に定義した9つの対話行為セットを用います。こちらの表がその定義された対話の行為についてです。自己開示、質問、イエス、ノーと、具体的な内容を問う質問、応答がイエス、ノーと具体的な内容にくっついて、で相づち、フィラ、意味を持たないが間をつなぐための発話、また確認だったり要求、こちらの9つに分類されています。次に機械学習に用いる特徴として、こちらのような4つのグループに分類されて大きく分けて分類されています。 F1 から F10 が発話の内容でに関する分類で、全ての対話行為の分類に有効であると考えられる特徴です。そしてグループに F11 から F17 が発話の内容と発話の内容に関するもので、特定の対話行為の推定に有効である特徴です。そしてグループ3が F18 から F21 です。発話の内容以外の情報についてで全ての対話行為の分類に有効であると考えられる特徴です。グループ4が F22 から28で、発話の内容以外の情報であり、特定の対話行為の推定に有効であると考えられる特徴としてグループが分けられています。特徴セットの最適化として、個々の対話行為に対し分類に有効でない特徴を削除しています。また対話行為ごとに開発データでの F 値が最大となるよう、対話行為列 NH を最大5です。最大5の NH を選択します。この時 NH の値が大きい時は特徴量の数が増えてしまうため、特徴量を選択しています。また最も有効な特徴量とそれ以外の特徴量の組のみを組み合わせ特徴量とし導入しています。対話行為の選択についてです。対話行為の選択は先ほども述べたように4種類に分類されています。まず1つ目が判定の信頼度による選択です。こちらは日分類器が出力する信頼度が最も高い対話行為を選択します。次に信頼度を特徴とする機械学習による手法です。日分類器の出力結果を特徴量として対話行為を選択するモデルを機械学習していきます。次に信頼度に対する重み付けに基づく手法です。信頼度の付近基本的に対話の内容として先ほどのこちらの自己開示が多くなってしまうため、その不均衡を是正するための重み付けを行っております。そして最後が特定の対話行為の組に対して機械学習で識別する手法です。識別が難しい対話行為の組に対する分類器を機械学習するという手法です。
今回の実験で用いられた実験データについてです。対話コーパスとして命題会話コーパスを使用しています。またこのコーパスの中から参加者が2名の対話のみを選択し、各発話に対して対話行為タグを人種で付与しました。またコーパスの内容、中身は97対話、全部で 91,906 発話のうち、77対話を訓練データに、10対話を開発データ、そして 10対話をテストデータに分割してあります。こちらが実験データにおける対話行為の、定義された対話行為の出現頻度の分布になっています。こちらからも分かる通り、自己開示が圧倒的な量を占めています。はい、では特徴セットの最適化の結果です。対話行為ごとに有効な特徴量が大きく異なることが、こちらの表から分かります。また、F2 などの、前の相手の発話内容にはどの対話行為においても有効な特徴ではないことが分かります。次に対話行為推定の評価です。各対話行為の推定の精度、再現率 F 値並びにこれら3つの全対話行為についてのマクロ平均とマイクロ平均で評価されています。特定の対話行為の組に対して機械学習で識別する手法が最も結果が良いということが分かりました。またベースラインと先ほどの最も結果が良かった手法でをマグネマ検定で検定したところ 5% の有意水準で有意差があることが確認できました。まとめです。本論文では自由対話における発話の対話行為を自動推定する新しい手法を提案しました。また有効な特徴のセットは対話行為によって異なることを実験的に確認しました。提案手法は既存の手法に比べて統計的に有意な差があることを確認しました。対話行為ごとに特徴の最適化を行う提案手法のアプローチが有望であるということが分かりました。今後の課題としてフィラー確認要求に対する精度の向上が挙げられていました。以上で文献紹介を終わりにします。